お元気ですか？谷村新司です。雲一つなく晴れ渡った空の下、時々空を見上げてする散歩は幸せに包まれてます。さあ、ゆっくりとラジテレで心のお散歩、一緒に始めてまいりましょう。今日は、今お話しした青空をテーマにしたいなぁなんて思ってたんですけども、青空、空だけじゃなくてその青い色、これを皆さんにちょっと感じてもらいたいなと、我々の世界、音楽界でステージを作る喜びっていう、実感している人がたくさんいますね。もちろん、音を作る、音チーム、要するにバンドメンバーとかっていうアーティストチーム、そして音にまつわる音響をこう再生していくチーム、そして、舞台を作る舞台チーム、そしてもう一つが、照明ライティングのチームっていうのがあるんですよね。だからこれがみんな、合体して一つのライブステージを作っていく、それぞれがやっぱりプロフェッショナルとして、長いキャリアを積んできた人が多いです。今チーム谷村、ステージの方は今女子が結構増えてきましたね。若手女子が多いですね。20代の女子が今4人か5人います。いろんなチームあると思うんですけど、若い女子がこんなに多いチームっていうのは少ないかもわかりませんね。歌と、それから音と、それで色、これで作り上げていくっていうのが、僕らのステージの特徴で、これはまさに別世界のような感じがする。日常から一気に魔法の世界へあなたを連れて行ってくれます。はい。そのステージ作りの過程で必ずしていることが実はあるんですけども、歌とそれからライティング、照明のマッチング、これ必ずチェックします。リハーサルをやってる時から、この時はこういう感じのこういう色で、こういう感じで作ってほしい。もう照明のチーフは、その辺のセンスもう今バッチリなんで、こんな感じにしたいと思いますって必ず相談してくれるんで、あ、よし、あ、いいです、いいね、いいねと言いながらこう一緒に作っていくんですけども、マッチさせるという、作り方と、もう一つはあえてアンバランスにするという反対色を使ってみるっていう、そのテクニックっていうのはもう様々ありまして、皆さんが、ぼんやりとステージを見てるときに、谷村の後ろに広がっている色の世界っていうのも、ちょっと気にして、見ていただけると微妙な変化をその中に感じてもらえるんじゃないかなと思います。